釘崎、大丈夫か？ああ、まあね。あとは残るかもね。あのおっさん大丈夫かしら？車行っちゃったし。毒の方は、まあ、うん、今から帰って翔子さん起きてるかな。そんでシラフかな。何もじもじしてんのよ、キモいわよ。初めてなんじゃねえかと思って、払ったんじゃなくて殺したの。あんたは？俺は前に一度、いや、あれを一度っていうのは鶴か。三人だ。私よりあんたの方が大丈夫じゃないでしょ。私はぶっちゃけなんともない。術師やってりゃこういうこともあんでしょ。伏黒じゃないけどさ、結局助けられる人間なんて限りがあんのよ。私の人生の席っていうか、そこに座ってない人間に私の心をどうこうされたくないのよね。冷たい？ま、あんたみたいに自分で椅子持ってきて座ってるやつもいるけどね。フォローするわけじゃないけど、呪霊か呪詛しか気にしてる余裕なかったじゃん。人間だとしてあのレベルのを長期間拘束する術はない。分かってんでしょ？でもあいつ泣いたんだよ。目の前で弟が死んで。そっか。